衝撃35歳坂本キャリア終焉の危機 3A 首位打者に完全敗北の衝撃巨人打線崩壊の真相 QS でも勝てない悲惨な現実阿部監督坂本モンテス起用法で窮地に追い込まれるセ・リーグの混戦を制するための阿部巨人の起爆剤はここモンテス27歳かそれとも坂本勇人35歳か注目のポイントだ 7月6日の東京ヤクルト戦前、巨人担当記者たちは、2軍で調整中の坂本の1軍昇格について、球団スタッフに問い合わせていた。坂本は6月26日の移動日に1軍登録を抹消され、打率2割3分4輪、本塁打4本、打点18という成績不振で、23日から2試合連続でスタメンを外れていました。新潟遠征後の25日、阿部慎之介監督、 45歳、身も心もリフレッシュさせて、もう一度全力でやり直す。再調整のために伝えられたが、最短10日での復帰を期待しているとも述べ、その一軍再登録の可能性が7月6日だったが、結局、昇格は見送られた。巨人打線の低迷が続く中、多くの声が坂本の再登録を求めている。チームは79試合を終えた時点 7月7日でリーグ2位の打率2割3分クリーンを記録しています。チーム総得点は233点で、1試合平均2.95点です。先発投手が QS、クオリティスタートを記録しても、今の状況ではチームが勝利につなげられていません。緊急の打線強化策として、モンテスの獲得が決定しました。エリエ・ヘルナンデス、29歳の活躍が先行しており、 モンテスに対すする期待も高ままっていますチームの逆転優勝の鍵を握るのは、坂本とモンテスの活躍次第です。字にはこの2人が同じ時期に一軍に合流する可能性もあります。その場合、大きな問題が浮上する恐れがあります。3A のアルバカーキで打率トップを誇るモンテス、今シーズン64試合に出場し、打率3割3分5厘、本塁打9本。 打点47を記録しました彼はパシフィック・コーストリーグで打率トップの成績を残しています本職は二塁手ですがショートやサードもこなせる器用さがあり一時期は坂本不在の間三塁を守るのではとも噂されていました昨年6月にメジャー昇格を果たしましたがチャンスを十分に生かせませんでしたわずか18試合の出場で打率1割8分死ンという成績ですが デビュー戦でホームランを打つなど秘めた可能性を示しました。現在、メジャーリーグではフラッグディールトレードが盛んです。ロッキーズはナ・リーグ西地区で最下位に低迷し、完全な売り手としての立場です。米国人ライター、3A で首位打者の成績を残しながらも、メジャーチャンスを得られなかった理由は、ロッキーズの選手構成にあるようです。昨シーーズンモンモテスがメジャー昇格したのは 主であるブレンダン・ロジャーズ27歳の長期欠場によるものでしたロジャーズは2015年のドラフトで1巡目指名全体3位されたチームの主力選手でもありますが故障が多く大ブレイクできない状況でその代役としてモンテスが起用されました今シーズンのロジャーズは大きな怪我もなく安定した活躍を見せています3塁にはライアン・マクマーン29歳 ショートにはイゼキエル・トーバ、22歳というレギュラー選手がおり、ともに打撃も好調です。そのため、3A で打率トップを記録していても、彼らに代わって出場するのは難しかったでしょう。メジャーでのプレー機会を失ったモンテスは、巨人入りに大きな期待を寄せています。昨シーズンのメジャー昇格のチャンスを逃した悔しさや、ロジャーズの控えとしての屈辱感を日本で晴らしてくれることを期待されていますが、 前述の記者の指摘通り、巨人でも守備位置の問題に苦しむことが予想されます。モンテスの守備位置は坂本の一軍復帰が遅れた場合、一塁に岡本和馬、28歳、三塁にモンテスという婦人が考えられます。しかし問題は坂本の復帰後です。一部では坂本が再昇格する際、一塁手に転向するのではないかとの報道もありましたが。 プロ野球の一塁手にはバント処理や中継のカット、サインプレーなど多岐にわたる役割が求められます。ゴールデングラブ賞を5回受賞する名手でも、すぐには慣れることは難しいでしょう。それでも、打線を強化するためには、モンテスと坂本の両方をスタメンで起用する必要があります。岡本は外野も守れますが、昨年5月にレフトを守った際、二塁走者のタッチアップを見逃すというボンミスがありました。 内野手が外野を守ると集中力が続かないことが問題ですベテラン担当記者モンテスのアルバカーキ対談までのデータを見ると今シーズンはセカンドで35試合ショートで8試合サードで11試合の出場経験があります外野での出場はありませんもし1塁岡本3塁坂本が固定されるならばモンテスがスタメンで起用される可能性はセカンドかショートに限られます 川直樹29歳は79試合すべてをセカンドでスタメン出場していますがショートの門脇誠23歳の打撃成績が振るわずルーキーの泉口とも25歳も打率2割6厘7月7日現在と定調ですためモンテスがショートでの起用も考えられます巨人でショートを守った外国人選手としては17年のルイス・クルーズ40歳 現在はメキシコリーグ以来のこととなります巨人の90年の歴史の中で、外国人選手がショートを守ったのはわずか51試合に過ぎないことを記録しています。日本では守備のサインプレーが米国以上に複雑だと言われています。得点圏にランナーを置くと、ボールを投手に返し、投手がセットポジションに入るまでの数秒間でグローブの向きを変えるなど、ささいなジェスチャーでコミュニケーションをとります。 この会話の内容は、牽制球を投げるかどうかや、野手がどのパターンでベースをカバーするかを確認します。また、同じ牽制でも複数のサインがあり、試合中に変更されることも珍しくありません。途中加入のモンテスがショートを守る場合、これら複雑で多岐にわたるサインを迅速に覚える必要があります。日本では守備のサインプレーが米国以上に複雑だと言われています。ネット上の反応 なんですが期待以上の活躍を見せているから、モンテスも同じくらいの成果が期待されるかもしれませんが、外国人選手が日本の野球に適応するかどうかは本当にわからない。プラヌタヌキの川残用ではありませんが、モンテスが来日して、打撃力や守備力を総合的に評価すべきです。もちろん、モンテスが期待通りのパフォーマンスを見せてくれれば、巨人もチームの深みが増すことで喜ばしいことでしょう。 阿部監督は就任時に隼人のサードとカズマのファーストは固定するという方針を示しましたが、坂本選手の不調によりプランが変更され、坂本選手に無条件でスタメンを与えるべきかどうかについては意見が分かれるところです。坂本選手には、モンテス選手とのサードのレギュラー争いを通じて復活してほしいと期待しています。今期のの選手はその実現に向けてて活躍していますね